皆さんこんにちは。今日は妖怪ウォッチのシールコレクション2を紹介します。最初開けます。まず透明の袋を開けてみます。開けてみます。透明の袋を開けます。何枚入ってんだっけ。貸して貸して。3枚ずつ入ってる。1枚目。まだ開けちゃダメだよ。ねえ、待って。1、ね、ちゃんとこっち向ける。1、2、3枚。3枚。全部5枚ずつ入ってる。妖怪ウォッチのシールなんかついてたね。はい、次。次、これっちも3枚ずつ入っています。これはシール入ってないんですか。入ってませんね。なんかね、おまけが1枚ついているそうです。1枚それでは開けて、はい、まずこれがジバニアのシールでした。それではこれを全部ジョギジョギっと開けていきます、せーの、はい、はい、ドン。できました。最初1番含めいきます。せーの、1枚目。せーの、ドン。コマさん、コマさんがお仕事をしているところです。なんか手が隠れてます。こんなのです。はい、2枚目。2枚目、せーの、反対だった。ジバニャン、また失敗しちゃったにゃんって。失敗しちゃったんだにゃん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 が、ちょっとちゃんと見せてよ。ジバニャンの顔、自分が見たいんじゃない。見たすぎて。はい、次、3枚目。じゃん、せーの、これはなんだ。自分が見たいんだ。アゲハゲハ、アゲハゲハ、ハゲてるみたいです。アゲハゲハ、蝶々だからアゲハチョウみたいな名前です。虹色だから。4パック目いきます。せーの、ジョン。また見えない。自分で見てこれ。大ちゃん、のぼせとんまん、のぼせとんまん、なんか意味わかんない。これ見たことない豚みたいな顔のおっさんです。はい、5枚目最後。5枚目、これオロチ。オロチが出ちゃった。オロチ、オロチってかっこいいの。オロチわかんない、見たことないけど見たことない。キュービーみたい。キュービーの方が面白そう。はい、次、次2パック目開けてみます。2パック目、せーの、1枚目。ジバニャンが、ジバニャン失敗してません、にゃん。これと見せて。これのジバニャン、ジバニャン、さっきのこれ、これと全然違います。全く違うんですけどね。変わらないようになります。はい、せーの。あら、あ、イケメン、イケメン犬、犬か、イケメン犬、光ってる、歯がピカーってなっています。次、次、3パック目。4パック、せーの、これ、ゆうちゃん、これはロボニャン。ロボニャン、なんかほっぺ赤いな。赤いな。結構ね、強いんです。意味が見える。強いです。はい、次、4パック目いきます。せーの、コマさん、かぶりました。かぶっちゃった。かぶりました。コマ、かぶらないでくださいにゃん。じゃないよ、コマ。せーの、あ、あ、なに、なにこれ。トバニャン、トバニャンだ、トバニャンだった。トバニャン、すごいキラキラしてない、これ。これ金、金、金だ、金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 だよこれ、金、金。オロチと全然違う。同じように、オロチと全然違う。オロチはちょっと方が少しだけ光っています。光っている。はい、次、3パック目のこれ、じゃあせーの、1枚目。バック、バック、バックは普通ですね。ちゃんと見せて。バック、バック、バックくんです。後ろがみんなと同じです。ほとんど後ろ同じものですか。はい、次、2パック目、せーの。2枚目だよ。あ、ワルニャンだ。ワルニャン、やったー。なんかジバニャンの中に、なんか悪い妖怪が入って、それでワルニャンっていう妖怪。これ欲しかったよね。欲しかったかな、かかんない。大きいね、欲しかった。3パック目、せーの、ドン。ウィスパー、ウィスパーがご機嫌斜めだ。
変なの、お機嫌斜めスパー。次、4枚目、コマさんの違うの、コマさんが、あのね、なんかね、コマさんがね、動かさないで、あんまり、なんか警察で働きたいって言って来た時のやつです。はい、最後この5カップ目、せーの、夢じゃない、ジマニャン、ジマニャン光ってる、すごい、こういうこと、こんなの、あ、なんか見たことあるよね。こちゃん降りて、入れないんです、降りなさい、降りなさい、全部でまだあります。まだあるよ、あとね、何枚だ、15枚だ、座んね、やめて、ここな、1つ、せーの、これ、ね、ネクラマンチングだって、キラキラ光ってる、キング、天狗、天狗、天狗に見えない、だってくちばしがあるんだもん。はい、次、うん、2パック目、せーの、違う、4パック目なのに、これはなんだ、見えない、見えないんで、鈴かな空、鈴かな空だって。次、何パック目、4パック目、せーの、4パック目、ジマニャンが泣いています。あれ、ジマニャン、わからないけど、こんなのかなっていたよ。はい、次、5パック目、そんなこと言わなくていい、なんだ、あ、これ、なんか、朝見た人が持ってた、かわいい、ファミン、はい、ファミン、女の子みたい、ちょっとやって、次、5パック目、せーの、何これ、これは、そうだね、これは、土の子パンダ、見えない、土の子パンダだって、なんだそれ、パンダだって、パンダ、キラキラ光ってみます、うん、こんなのがキラキラ光ってたね。はい、次いきます、せーの、キュービー、キュービーだ、キュービー欲しかったね、キュービー、面白い、キュービーって言われてんだよ、そうね、ケイタに、次、すぐ忘れられちゃった、せーの、あ、あ、かぼっちゃった、のぼせとんまん、ダブりました、うん、なんか面白い名前だね、うん、豚みたい。はい、次、せーの、これ、つまみ食いののすけ、のすけ、のすけちゃん、りのすけか、つまみ食いりのすけだって、ゆだれ垂らしてる、見せて、変な名前だね、うん、やめ、あとで、はい、次、あーだ、せーの、のがっぱ、のがっぱ、よっしゃー、のがっぱだ、面白い、カッパののがっぱだよ、やったー、これの進化系持ってないけどね、普通のカッパ欲しいね、せーの、あ、トラジドーだ、あのコマジドーの進化、進化ね、進化、進化、次、次どれ、それ、ちゃんと見せて、最後、せーの、あ、オロチ、またオロチかぶっちゃった。でもこれはノーマルバージョン。これノーマルバージョン。キラキラ光っています。これは何バージョンだ？ノーマル、普通のノーマルじゃない。もう一つはキラキラバージョン。次、せーの。鬼みたいです。あ、赤鬼。赤鬼、あのね、大きい棒がブシーってそれで消えたの。鬼のやつ。消ようとしてんだよ、うん、ジバニャンが、ね、その棒に当たってポン、それつぶつがプチ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 って出てきたんだよ、はい、次、せーの、ジバニャンがオレーで二九九だ、百裂二九九、ジバニャンの必殺技、次、せーの、オロチ、またオロチ、ノーマルバージョン、かぶってない、かぶってない、かぶってないよ、さっきのは全然違う、買うだけだった、全60種類でしょ、うん、キラしてると思うよ、これ普通の紙なんで、これさ、特別だと思うよ、でもさ、マックであるさ、なんだっけ、あれ、スイカニャンとか、イチコニャンとか、オレンジニャンとか、そういうさ、キラキラあるといいけどね、ね、パパ、うん、キラキラしてる、ずっと言えばしてる、してる、ジバニャンがいっぱい出ました、1,2,3,4,5,6 タラの
紙です、これは。1、2、3、4、5、6、7枚出ました。キューピー、こんなのがいっぱい出ました。これで紹介は終わります。次、ウェパーチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。はい、ココちゃん踊って。フレッシュショッカー、バイバイ。変なシールラーズ、ロボニャンとかあります。バイバーイ。ココちゃん、うるさい、止めて、止めなさい。